この業界で活躍できると思いましたか？前味噌ではありますが活躍できると思いました。大学でキャリアデザイン学部を学んでいるということもありますし、すいません吹いてますした理由すごい分かった気がします。合わせちゃえば受かるんだけどね。どうも、しゅんです。こんにちは。内定の登竜門企画なんですけども、人材業界編ということで、人材業界志望の就活生の方に来ていただいて、模擬面接をしていただいて、即内定かごめんなさいのどちらかの札を上げていただくという企画になっております。今回、ジョブ TV さんとのコラボ企画で、エントリーシートを書かずに自己 PR 動画を出すと、そのまま選考に進めるというサービスなんですけど、そのサービスにちなんで、内定の登竜門企画をさせていただこうと思っております。じゃあ、早速、自己紹介の方をお願いします。法政大学キャリアデザイン学部3年の金山志穂と申します。アルバイトでサウナ室でロウリュをやっておりまして、タオルをバンバンと、やってお客様をいつも笑顔にして水風呂に放り込んでおります。今日はよろしくお願いいたします。旬エージェントの最終面接を行わせていただきたいと思います。簡単に、30秒前後ぐらいで、自己 PR をお願いします。はい、ありがとうございます。私の強みは、困難からも学ぶ、起き上がりこぼしだと思っております。私は、今年の春休みに岩手県大船渡市で地域活性化のプロジェクトに携わってまいりました。でそちらで非常にこう困難がたくさんありまして、チーム内でのこう連携ですとか、そもそも行政からプロジェクトの許可が下りないということがあったんですけども、その困難からも自分は自分で動くことの大切さっていうところを学びまして、実際に15社の会社に協力を仰いだりですとか、こう自分でチーム内ミーティングでファシリテーションを行ったりして、行動をしてまいりました。こう自分で内省できるというところが自分の強みだなと思っております。このプロジェクトをそもそもなんでやろうと思ったのかと、金山さんがどんな立場だったのかっていうのを教えてもらってもいいですか？はい、ありがとうございます。まず私がその岩手県大船渡市でのプロジェクトに参加したいと思った理由は大きく分けると2つあります。はい、まず1つ目が 3.11 を受けて被災地の力になりたいという思いがあったからです。 3.11 の際は私は小学5年生だったんですけども、こうニュースで苦しい状況にある方々を見て力になりたいという思いが。ちなみに出身地どちらですか？神奈川県なので、はい、2つ目としては私が携わったプロジェクトの内容が津波から町を守る堤防に絵を描くことで地域活性化を図るというものでした。大学の授業でこのアートっていうのはいろんな方が関われるっていうことを学びましたので、アートの無限性というかいろんな方に楽しんでいただけるっていうところでプロジェクト参加したいなと思って岩手県まで参りました。取り組んでる中で挫折失敗困難が一番大きなものがあったら教えてください。それをどう乗り越えたのか教えてください。一番大きな挫折と言いますのがチーム内での連携が曖昧だったというところがあります。私がインターン先がある IT 会社なんですけども、そちらが協賛して行っているプロジェクトとなっております。インターンってことですね。はい、その会社に在籍している社員の方1名と私、あとは私と同じ大学生という計3名で、はい、プロジェクトを行ったということになっております。もともと昨年ですね、プロジェクトっていうのは実は遂行はしておりまして、直接絵を描くのではなくて大きな布に絵を描くというその代替案で行ったものになります。そのマニュアルとかが全くなくてですね、過去にどういった形で行われていたのかというのを私たち大学生は知らないので、どういった形で動けばいいかがわからなかったりとか、あるいはこうミーティングをしている中でお互い考えていることが違ったりということがありました。私がこのインターンを行ったのは2ヶ月間なんですけども、2ヶ月間でこう成果を出さなくてはいけないという中で、チーム内での連携が取れていないというのは非常に苦しいというかマイナスなことでした。なのでそこでこう自分が乗り越えた経験としては、先ほども申しました通り自分から動かなくては何も始まらないっていうことを学びましたので、チーム内でのミーティングでは毎回欠かさずファシリテーターを務めまして、ミーティングの初めに Q&A コーナーっていうものを自分で勝手に作成して、働いている社員さんの方と大学生私たちがお互いに質問をし合ったり共通認識をすり合わせたりできる時間っていうのを作りました。何かこう目標、特に数字で言えるような目標を掲げてそれを達成したみたいな経験ってありますか？岩手県のインターンとは話が別になってしまうんですけど、はい、よろしいですか？はい、ありがとうございます。キャリア系のオンラインイベントを開催した経験があります。でそのオンラインイベントで参加者を10名以上集めるという目標を掲げて自分が行った経験があります。の学生団体と言いますのが、私が大学に入学した年が2020年で、ちょうどコロナでですね、通学できなかった年となっておりまして、はい、大学生うつということ言葉が
誕生してしまいました。私が大学で学んでいるのがキャリアデザインということで、こう人がキャリアについて気軽に学べる場所を作りたいということでオンラインイベントを企画しまして、自分で企画をしたイベントに10名以上の学生を呼ぶという目標を掲げました。そちらで15名の学生とそれに対応する15名のキャリアコンサルタントの資格を持つ社会人の方をオンラインイベントにお呼びできたというのが自分の目標を達成したエピソードになります。自分はこの業界で活躍できると思いましたか？手前味噌ではありますが活躍できると思いました。特には人材紹介の部分で活躍できると思いました。それはちなみにどういう理由でしょう？理由としては私が思っているのは大学でキャリアデザイン学部を学んでいるということもありますし、人材業界に入りたいと思ったのももちろんこう人のやりがいを創出したいという思いもあるんですけれども、人っていうところに関わりながら社会の課題を解決したり社会に価値を提供したいという思いももちろんありましたので、その思いは誰にも負けないものですし、その強さといいますかもうすごく強いと思ってます。なのでその人材紹介という意味でやっぱりこの社会って働かないと生きていけないので、生きる上で必須となる働くというところで人の価値観を生かしてあげる、そこでやりがいを感じて働いてもらえるような仕事を紹介するというのは自分にとっては適任だなと考えております。今の回答だと入ってからこう苦労しそうな気がするんですよね。はい、今お話を花村さんがしていただいたのは全部個人側を向いてるんで、個人側を向きすぎると企業側のニーズが応えられなくなるから入社すると非常に苦しい気持ちになるんじゃないかなと思う。自分の意思とは反対的に売らなくてはいけない時があるということですね。そうですね、クライアントの意向を優先しなくてはいけない時があると。思いが強いから客観視できなくなっちゃうじゃないかなと思いましたけど。ちなみにです、数ある人材紹介会社の中でも春エージェントを選んでいただけてすごく嬉しいんですけれども、はい、なぜそういうふうな志望動機を持っていただいたのか、例えば社員と話したりとか何かあったのかというふうに思ったんですけど、はい、いかがでしょうか？大きく分けると2つがあるかなと思っておりまして、はい、1つ目が御社が一気通貫制というスタイルを取っているというところがあります。御社では求職者の方だけではなくてしっかりとこう企業へのコンサルティングを行う、1人で全て担当するというところで自分のこう自己成長にもつながりますし、根本的なこう人材の課題解決にもなるというふうに思ったからです。2つ目としては働いている社員の方々がみんな熱い思いを持っているというのがあります。私の中での熱い思いというのは自己成長欲もありますし、こう社会へ貢献したいという思いがだと自分は考えているので、この2つの熱い思いを持った方と一緒に働きたいなと思ったからです。一気通貫でやってる会社って結構あると思うので、だとすると競合も興味があるってことですか？そうですね、率直に申し上げますとこう一気通貫性というところに惹かれているのは事実なんですけども、はい、私が御社に非常に惹かれているのは2つ目に、はい、お話しした社員の方の熱い思いというところがあります。私はチームでこう動くというところが非常に好きですし、はい、自分もこうまだまだこれからだなというふうに思ってますので、熱い思いを持った方と切磋琢磨しつつ連携をしながら働いていきたいという思いがありますので、一緒に働きたいと思ったのは御社だけです。まず、弊社の社員からどんな話を聞いたんですか？こう一人一人が明確なビジョンを持って働かれているというところがありました。自分の原体験からなぜこう人材に興味を持ったのかというところもしっかりと言語化しつつ、本当に社会のことを思って人のためを思って働かれているっていうのがお話からも分かったからです。それって大手の A 社、B 社、C 社も同じだと思うんですけど、それちなみに他の会社の社員訪問してます？他の会社はちょっとまだ始まっていないので、弊社しか見てないって感じなんですか？そうですね、そう実は御社を知ってから人材業界に行きたいなと思ったので、はい、まだ人材だと御社しか見てないです。もちろん惚れてくださっていてありがたいんですけれども、不思議だなっていうふうに思ったんですよね。不思議なままだとなんか内定切られちゃうかもなっていうふうに思っちゃうこともあって、はい、こっちはちょっと不安なんですよね。理解しました。はい、ちなみに人材業界以外だったら他の社員さんと会ったりとかもしてるんですか？もともと中学生の頃から鉄道会社に入りたいという思いがあったので、はい、インフラ特に鉄道業界ですといろんな方とお話しさせていただいていると思います。っていう話を聞くと、あれこれ弊社内定出しても JR 東日本内定出たらそっち行っちゃうのかなっていうふうにこっちとしては思っちゃうんですけれども、はい、その点に関してはどうですか？そうですね、もともとインフラ業界を見ていたというのも人の役に立ちたい、多くの人にこう影響を与えられるというところで非常に興味を持っていたので、本当に中学生の頃から鉄道を見ていたんですけれども、こう御社の社員さんのこうお話を聞いたり、こう自分でどんどん作っていきたいというか、そういう自己成長のお話を聞くと
自分もこうやってみたいなって思ったので、御社に会ってからはインフラは正直そんなに興味を持ってないというか、自分に合ってるのは人材ですし、自分が一緒に働きたい人材像は御社にしかいないなと思いました。あくまでも就職活動ってマッチングでしかないんですね。採用する側と採用される側のお互いがハッピーなんだとか、マッチングを見る上でやっぱりたくさん広い世界を知ってほしいなと、広い世界を知った上ででも御社は第一志望ですっていうふうに言っていただけると、すごくこっちもハッピーなんですね。でこれで要は採用される側も採用する側もどっちもハッピーな状態を目指したいんですけど、広い世界を見るということができてないんじゃないかなっていうふうに今ちょっと思ってしまって、もし採用した場合お互いハッピーになれるのかなっていうふうに疑問が生まれてしまったっていうのが今ありますね。たくさん広い世界を見た上で御社が第一志望ですっていうふうに言ってくれたらより分かりやすくなるかなと思いました。すいません拭いてください。すいません。大丈夫ですよ、はい、一回切りますよ、はい、すいません。15秒だけ宣伝のお時間ください。 ESE 支援者書くのってめちゃめちゃめんどくさいですよね。ジョブ TV なら自己 PR 動画1本でいろんな気になる企業にエントリーできます。さらにはスカウトまでもらえちゃいます。私もジョブ TV 使って任用卒就活頑張るので、皆さんも一緒に頑張りましょう。今のところで結果発表とフィードバックをさせていただければなと思ってます。心の準備的には大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、じゃあ歌の方お願いします。せーの、ごめんなさいということで、理由の方をじゃあ高野さんからお願いしてもよろしいですか。非常にこう印象もいいですし、コミュニケーションもあるし、ホスピタリティもあるし、情熱もあるんですけど、人材業という観点で見たときは、やっぱりその結果にコミットする、何が何でもやっぱり達成をする、まあ、それ営業的なマインドがある、そしてそのマインドを何らか証明してもらえるようなエピソードを話してもらえると、まあ、一緒に働きやすいかなと思いますね。そこの部分っていうのはなかなか入社後鍛えられない部分なんで、無理にだからご自身を変えていただく必要はないと私は思ってるんで、今言ったことを留意して話をすると内定が出ちゃうんですけども、内定が出ることが幸せになるわけですね。そうですね、そんなところでございます。全体的になんですけども、会話なんですか、大事なことって。面接って自己アピールの場ではなくて会話なんですね。会話って最初の方からってできてました。自分語りで成功した。そうなんですよね。会話を意識した方が良くて、会話をする上でやっぱり短くするっていうことが大事です。伝えたいことはあるけれども、伝えたいことは相手に質問させるっていうテクニックがあるんですね。一方的に喋っても覚えてないんですけれども、こちら側から質問した方って記憶に残りやすいんですよ。なんで、まあ、落とし穴を仕掛けて、こう質問してくださいねっていうふうなことを仕掛けておいて、質問させて、そして自分の伝えたいメッセージを伝えるっていうテクニック、これは場数で解決できるので場数を踏んでください。意識することは結論ファーストにする。どの質問もですね、結論ファーストになってないんですよ。もう日常から結論ファーストにするっていうことを意識してください。結論ファーストではないから、事前の説明が長すぎるんですよね。最後にちょっと結論出てくるみたいな状態なので、順番的には結論からファーストですし、説明も大事なところだけにした方がいいです。ないとこっちはあれ結論どこで来るんだろうと思って、結論を探して待ってっていうので話が入ってこないっていうのでもったいないんです。良かったところは元気で明るいところ、それは一番良いですし、人の価値観、特徴を生かしたいという話、これは過去の金山さん自身の具体的な経験があるから、すごく説得力があるんですよ。なんで、これをもっと最初に欲しいし、これをベースにして、この価値観があるから岩手県でこういうことをしましたとか、この価値観があるからキャリアデザインでこういうことをしましたみたいな話があったとか、一気通過するじゃないですか。軸になるというか。その軸があんま感じられなかったんで、なんだろうなと思いました。社員の話も抽象的なんですね。具体的に、例えば A さん、B さんがこういうことを言ってましたんで、その具体性がなかったんで、本当に会話してるのかなって不安になった。内定した後に、金井さん自身が不幸になってしまう可能性があるとか、懸念があったので、だからそれごめんなさい。だから優秀だから僕は優秀ではないから落ちるという話ではない。マッチングの話です。人材業界のところというよりも、ちゃんと社員と話すことが足りなさすぎるので、ちゃんと会話してください。っていう意味で、総合的にアドバイスをすると、人に頼る。ってところが弱いんですよ。言えないんですよ。これ一生大事なことなんですけど、困った時は人に頼る、助けてくださいって言うっていうのはあんまり言えないタイプなので言った方がいいっていうのが僕からのアドバイスでございます。勉強になりました、はい、ありがとうございま す, いいです。今回コラボさせていただいている JobTV では、人材業界の企業の説明会動画であったり、他の業界も説明会動画10分ぐらいで、まあ、1時間ぐらい の時間を削減できるっていうところがいいところだと思うので、ぜひいろんな業界見ていただけたらなと思ってます。そしたら概要欄からぜひ登録してみてください。今日出演してくださった皆さんの SNS のリンクも下の概要欄に貼っているので、フォローするぐらいだったら怖くはないので見てみていただけたらなと思ってます。お願いします。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
な熱い気持ちを持ってるのは素晴らしいですよ。これはもう人材系に限らないんですけれども、会社って仮面をかぶっているから、例えばこう PR の業界の方々とかも非常にみんなキラキラされてらっしゃるけども、実際こうね、日々のお仕事っていうのはやっぱり地道だったりとか、うん、人材系は基本的に営業会社だから、もちろんホームページに見ると HR 系の総合的なコンサルティングみたいなことを書いてあるわけですよ、はい、まあ、それも嘘ではない。例えばそういうコンサルティング的なことを法人向け個人向けにやるっていう風になったら、私が今はできるかもしれないですね。それは22歳3歳の時にできてたわけじゃない。やっぱり最初は毎日電話をかけて取り込みをしたりとか、クレーム対応みたいなのをさせていただいてる、そういう厳しい下積みの中で売上を上げたんで給料が払われるんですよ。これがね、教えられない。入ってから教えるのが本当に難しい。そこは教えなくてもいい人であってほしいんですよね。そうすると競争意識が高いとか、負けん気がある人の方がマッチいい、まあ、言ってもいいから、あくまでもマッチングですよ。でも、お前今月どうすんだ。え、まあ、あと1週間待ってくださいよ。大丈夫かお前。大丈夫か。絶対大丈夫ですか。大丈夫。今週、あ、そう1週間だ。これだって絶対言うと超楽なんだよ。そうじゃないと気遣って言えなかったりとか。そうですね。別にじゃあスターバックスさんとか介護の会社とかサービスの会社はもちろん戦ってるんですけどね、うん、戦い方の種類はやっぱり違うんですよね。目の前の人にスタバあと10杯売れとは、そういうサービスじゃないじゃないですか。業績を追ってるとやっぱりあと2日で何とかしろっていう風になりますね。絶対出てくる、どの会社も。これをね、受けて何とかしなきゃいけないですよ、やっぱり。いや、落ちた理由すごい分かった気がします。うん、合わせちゃえば受かるんだけどね。受からいいわけじゃない。何回も聞いたけど、前の会社の時も受かっちゃった人、受かっちゃったよね。面接のアドバイスを誰かに聞いて受かっちゃう、受かっちゃったけど本当はそういう人じゃなかったんでしょっていう。絶対内定出ますよね、内定っていうところで言うと。内定は、ね、出るけど、まあ、その後スタートですからね。はい、じゃあそうだね。はい、ね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。